ね、それは一つだけですよね。自分の国が強くなることですよ。やはり最終有楽町前4枚を通行中の皆様をお騒がせいたしまし、私2番手弁士を務めます新アジア同友会の伊藤と申します。毎日毎日ね、テレビをつければ一方の地上波では単流しのように流れておりますが、結局のところいつも皆さん、ね、世間の人たちはマスメディアを総称してマスゴミと、まさにゴミのような報道の仕方しかしない。ほとんど内容はバラエティに毛の生えたような程度のコメンテーターしか揃えてない。また気を使ってコメンテーターもまともにものを言わないというね、そういうような電波の垂れ流しをしておりますが、 BS になりますが、 BS だと同じ民放各局でも報道の仕方がだいぶ変わってきますね。濃い議論を深めて、結局他の地上波と違いスポンサーなのか何とかっていうのをそんなに大きく気にするわけでもないから、昨日もですね、珍しくずっと夜遅くライブニュースを見てたんですけど、普段他の民放に出てるコメンテーターが全く違うことを言ってます。例えば学術会議のことにしても、新型コロナと言われている武漢肺炎、武漢ウイルスのことでも、ね、これ軍事研究を通じてやらなければならないと。学術会議はじゃあね、軍事研究のために研究しろと上から押し付けるんでなく、政府の方で研究者が研究を自らして協力をしていきたいと、でそういうふうに言っていくのまで潰すのはおかしいんじゃないかというコメンテーターがいました。民放の地上波で言ってる時とは全く違う内容ですね。そもそもウイルスというのはバイオテロで、テロに利用されるのはこれ昔から の常套手段というかですね、現在、まあ、実際問題、中国共産党中共はそれをやっているのが今回のこれ現実的であり、で同時にウイルスを研究して新型、そもそも自然由来のコロナウイルスを何度わざわざ新型にするのか、そんなところ考えれば分かりますよね。兵器に転用するからです。でその兵器に転用すると同時にワクチンも開発する。これはウイルスを研究する段階でその対処療法のワクチンを研究するというのもこれ当たり前のことです。でそういうことをですね、番組でも議論ではっきりと言ってるんです。なんで普通の日中やってるような情報報道番組というところでコメンテーターがそういうことをはっきりと言わないのか、まあ、そういうのは先ほど言ったようにスポンサー関係があるからはっきりとものを言えないというね、まあ、話はまた通話寸で変わります。報道のことで言えば、ずっとオリンピック関連のことで、ね、組織委員会の会長が変わんな変わんないだとか、そのことばかりにフォーカスして、肝心な喫緊の問題というのを報道してないので、まあ、そこにじぐじたる思いをして、さまざまな、ね、インターネットを通じて情報発信しているチャンネルを持っている方々もたくさんいます。16日の日に尖閣、戸代港から尖閣領域で漁を出漁した民間の漁船がいます。そこでは市議も一緒に船長と乗って、まあ、出漁したわけですが、議員ですね、市議会議員が。でそこで26時間中国の海警に追尾されました。で海保が間に入って、ね、守るようにはしてはいたんですが、それと同時に別の場所でもまた2隻の海警が民間の漁船を追尾してました。でこのことに関して非常に本来であればメディアがもっと多く時間を割いて表に出さなければならないところですが、全く報道を、ね、まともにしてはいません。突っ込んだことを何一つ言いません。でこれで、先日国会において国民民主党の前原誠司という、ね、人間が菅義偉首相にもっと中国に対してこの戸代が尖閣沖に海警が出没し不法に侵犯している、その現状に対してもっと強気に出て抗議しようとはっきりと言っております。なんで野党にそんなこと言われるのか、まあそもそもそういう意見が出て当たり前なんですが、その意見を言ったのも前原誠司のみです。他の野党の立憲
にも言いません。で、言ってることは森会長から今度橋本会長に変わったから、でその陰性じゃねえかとか、なんとか議員を辞めるべきだ、辞職するべきだとか、そんなことばっかり言って、国の欠勤の問題というのは何かといえば、中共の領域に対する侵犯行為ですね。で、そもそもこんなことをね、やり始めたのも、大々的にやり始めたのも、11年前、民主党政権の時ですね、悪の民主党政権の時に、現在の立憲民主党、その時に菅直人、現在の立憲民主党の最高顧問を務める菅直人という男が、海上保安庁の船に体当たりを2度かまし、そういう漁船を逮捕したと。で、した時に合流して起訴 していく、そういうような手続きを踏む前に、菅直人、当時の今の立憲民主党の最高顧問の菅直人、で、この男が当時、横浜でエーペックが開催するから、その時に胡錦涛、フーチンタウンとですね、そいつが当時の国家主席が中国から来なくなると、それじゃあ困るんだと、さっさと釈放して国に返してやれと、そう言って、で、十数名の船長以下の漁船員、犯罪行為をしたにもかかわらず、国のトップがさっさと釈放したというね、あるまじきこと、これ、民間人でね、似たようなことをやれば、当然、刑務所にぶち込まれるようなことを、国のトップ、菅直人という現在の立憲民主党の最高顧問をやっている男がやっており、そこで、当時の主要閣僚ですね、現在の重鎮たち、立憲民主党の岡田和也、で、枝野幸男、今代表を務めておりますが、その人間は当時幹事長やっており、幹事長であっても、そういう情報は私のところには来ませんのでと言って、で以前に昨年、前は政治が暴露した時のことをで受けて、そういうバカなことを言っております。だから中国共産と中共は、強く出れば日本は引っ込むというようなメッセージを与えたから、そこからさらに加速度的に頻繁に領域侵犯するようになりました。そもそも領域侵犯をするにもね、中国という国は、これ政策的にはハートランドとリムランドというのがあります。ハートランドというのは、要はランドパーと言われるように、ロシアだとかドイツでフランスとか、そういったところがランドパーというところで、ユーラシア大陸に属する国ですね。そしてそれはその中でですね、特に言われているのが、内陸部から北極圏、北極海沿岸に至るまでの地域、人がほとんどいなくて、文明というものもあまり存在せず、天然の要塞となっている南方フラクの地域ですね、これをハートランドと言いますが、それに対するリムランド、これね、リムランドというのは生産線に非常に富んだような地域です。ですから中国沿岸部から東南アジアや、ね、南アジアで中東を通り、まあ、地中海沿岸から行く、ああいうそのベルト帯ですね、そこは非常に人が集まるし、生産性を富むし、文明も栄えると。で、ここに中国が掲げる一帯一路というのがあります。で、その一帯一路、その中には当然、リムランドで非常に重要な地域、このリムランドが重なっております。で、そこから、京都府をね、足場を築いて、外に出ていく、外洋に出ていく。それが非常にシーパワーと言いまして、アメリカ大陸もその一つに考えられます。大きな島ということで。当然日本やイギリスなんかもそうです。そもそも大きな紛争が過去の歴史を遡れば、このランドパワーとシーパワー、ね、ハートランドに属する者たちが、リムランドの生産性を散達しようとしてくる。だから現在の中国はどうかと。中国沿岸部確かにあります。しかしながら、日本がそこを囲うように、東証列島ですか、囲うように、内容を囲うようにして、外に出ていく壁になっているのが日本です。地政学的に、これ非常に中国にとってね、覇権的な行為をするにおいては、非常に厄介な障害となっております。で、最近ですね、ミャンマーという国、クーデターがありました。ここが中国化されるんじゃないかというようなことを心配されるような方も中にはいます。しかしですね、ミャンマーという国は、軍に至っては、軍政が、ミャンマーの軍は中国軍の下に貸し付くようなことはしません。
しかし中国というのはね、非常にミャンマーの、ね、人権のことでいろいろとあります。そういったことも一切言わないのが中国です。当たり前です、ね、中国国内にはチベットやウイグル、内モンゴル自治区、さまざまな自治区が抱えており、その中はほとんど同化政策でがっつりと、ね、香港を見ても分かりますように、中国の同化政策において他民族の自治区が中国語に統一するということで、またさらなるね、いろんなレイプ、虐待、さまざまなことは多くありますが、そういったところで中国というのはあくまでも経済を通じ、特に海岸線ですね、そこを通じていくと同時に武力を持って自分たちの領土を拡張するというのが現在の習近平、これは鄧小平の時からずっとそれが来ました。国権を以前、鄧小平というのはですね、国権と人権どちらを優先するかというか、そういうようなニュアンスのことを日本の当時北京に訪れた代表団の者が質問しましたが、当然国権と言いました。人権というのはですね、民主的なことを言ってデモをしたりとか何とかする、そういうのは非常に投げかわしだ。教育がなっていないから、きちんとした教育を人民に施すことができなかったからそんなことを言うんだと。で、国権を優先するには、共産党政府が自分たちが、ね、自分たちの掲げる理想を理念、それを追求するのに、ね、自主独立を突き進むのにあたって人権というのは非常に弱い、要は他国の干渉をされやすいと。で、そこを本音をはっきりと言っております。そういうような国です。そういうような国に対して強気に出ないでどうなのか。昨年ちょうど今菅義偉首相が官房長官をやっていた時ですね、東芝尖閣において海警の船が民間漁船を追尾して大問題になった時に、それを公開しなければならないと外交部会で他の議員たちが自民党の部会で大声を上げて、で茂木外相なのかに強く突きつけました。で、反対したのは菅義偉当時官房長官で、当然茂木外相もそうです。で、茂木外相に至ってはそこで非常に他の部会外国の人間たちとやり合ったんですが、先日ね、昨年中国の外交の代表が来た時にシェイシェイなんて言ってね、言いたい放題言われて、我が国の領域のことを、そこに出ていく人間たちのことを事情もわからないような人間だとか、めちゃくちゃな理屈を述べて、その上で海警法というのが、海警にね、武器使用をする法律を作り、許し、でそれを実行に移すように仕向けているのは中国共産党政府。そういうところに対して強く出れない、で美中媚びへつらう、中国に媚びへつらう美中派の議員、二階俊博を筆頭に立憲民主党の議員の数々で、先日玉城議員は言いました。で政府に対して、ね、尖閣領域の安全を担保してほしいと言いましたが、中国大使館には抗議してません。アメリカ大使館にはいつも抗議を直接するくせに全くしません。そして保守系の沖縄の議員は非常に腹を立てて奮闘しているのは現実です。そういうことでありますから、皆さんね、先ほど言いましたように地上波でやっている報道というのは、まあ7、8割方デタラメなコメンテーターを揃えてもほとんどがまあ、デタラメです。デタラメな報道ばかりしてます。ですから皆さん、自分たちの力で、まあ、ネットでも何でもいいです。調べてください。で、現実に起こっていることに対して、強く言っている議員は誰なのか、誰じゃないのかということを、常に精査しながら、皆さん、選挙に向かって邁進してください。何度も言います。選挙に行けば、日本も変わります。で、7割の投票率になれば、議員たちは背筋を伸ばして踏ん張り返ることもできなくなります。ということで、お騒がせいたしましたが、私の演説はこれにて終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。